皆さんこんばんは、ゆっくりマリサです。皆さんこんばんは、ゆっくり霊夢です。マリサ、霊夢開けて起きるのだよ。怪しいわね。幕府の隠密かもしれないわよ。幕府ってあんた、隠密は黒蜜とトカチの黒あんなのよ。チルノちゃんっぽいわよ。安心できないわ。じゃあ松平健って言ったら暴れん坊将軍マツキンサンバ。うるせえてめえ、パツキンサンバってなんだよ。マツケンサンバだろうがよ。しかも変なとこに感じ当てやがって。まあまあ、チルノちゃんで間違いないわ、パツキンサンバって。今日のお題は何なのよ。今日は十字軍が終わる前後から中世の西欧社会に起こった変化を見ていくのだぜ。何が起こったのよ。都市が発展していい、貨幣経済が発展してきたのと、農業の生産性が圧倒的に向上してきたのぜ。それがどうかしたの。そこへ行く前に、中世の前半は騎士や諸侯がそれぞれ荘園というもんを持ってて、その荘園で農奴という農民を働かせていたのぜ。農奴ってまた偉い字だな。おい、農奴たちは荘園を領主様に借りて外敵から守ってもらうために不益と効能を課せられたのぜ。不益、不益問題へ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 。あー、うるせえ。命じゃなくて不益だ。農奴たちにとってはこの不益がきつくてね、週3回領主様の畑を耕して残った3日で自分の畑耕して、そこからまた生産物地代を物納してたのさ。あの、領主様の畑耕した時の分け前は、そんなもんはゼロだ、だから不益という。えげつないわね、パツキンは。まああんたもパツキンだけどさ。うるせえ、パツキン言うな。さらに農奴は領主の持ち物として扱われ、移動や結婚の自由などもなく、効能の他に結婚税、死亡税、業界の10分の1税などを取られていたのさ。悲惨だな。ところがだな、十字軍の時代の中頃から農業の生産性が上がって貨幣経済が発展してくるとだな、作物は余分に取れて余るわけよ。作物余ったらどうする。その分食べる、食い切れなくても気合で食う。きゅうねえ、あんたは余ったら市場行って売ればいいじゃんよ。貨幣経済発展してお金が流通してるんだから。そういうことだな。お金は腐らないから貯めとけるだろ。そうしたら豊かな農奴なんてのが出てきてだな。今まで空役はずだったのにね。話を十字軍に戻すと、逆に荘園の領主の諸侯や騎士たちはボンビーになっていったのさ。なんでさ。そりゃ神だ聖地だなんだ、強行に言われて中東に行った。はいいけど、負けまくりで領地も取れない、100パーもできないで大赤字になっちゃったのよ。領地を肩に借金して出征した騎士もいてな。どうすんのそれ。そういう時に、豊かになった農奴たちは不益などの領主が農奴に対して持っていた権利を買い取るというようなことが行われていったわけさ。領主様もメリケンコやらソーセージ納められるより現金の方が嬉しいもんな。不益なんかがなくなると、さらに自分の畑で稼げるわね。そうして、完全に領主から土地を買い取って独立自衛農民として自由になる農奴も現れた。イギリスでは独立自衛農民のことをこう、言いたいよ。傲慢よ、怖いわねー。この流れはヨーロッパの西側の英仏で特に強くて、15世紀頃のイギリスでは傲慢が農民の多数を占めるようになった。領主様たちはどうなったの。中小の騎士や諸侯は領地を売り払ったり、単なる地主になったりで、だんだんと土地に対する支配権を失っていった。あらあら、どうしましょう。そこで、彼らは国王の保護下に入って、王の家来になったり、王の官僚になっていったりしたわけなのよ。それで十字軍の後、王権が強くなっていったのね。ちょっと脇道にそれるが、中世のキリスト教では猫は魔女の使いだと言って猫狩りとかやってたよな。それ昔の動画でもやってたけど、それが何か。でな、猫を狩るもんだから食物連鎖が崩れて、13世紀頃の欧州ではネズミが増えて。ネズミといえばペストだわね。欧州では人口の3割がペスト化で亡くなってしまったのさ。大変、働く人がいない。ということで、人手不足を背景に、圧倒的に農民側が有利になってな、中世の後半の英仏は領主の支配力低下と荘園制の崩壊が加速していくのだぜ。ブラック荘園経営やって農民によその領主のとこ行かれたら元も子もないもんな。領主も年貢下げたり色々しないとな。中世の社会といえば、教皇様はどうなったの。あのさ、ペストが流行っても、モンゴルが攻めてきても、言い出しっぺの十字軍が負けまくっても、祈りなさいアーメンしか言えないのよ。あたしなんかさ、
妖怪退治しまくりでご利益あってありがたいのに、賽銭箱空っぽなんだよ。ブツ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 。まあまあ、霊夢の言ったような理由で十字軍以降教皇様のご意向は低下しまくりなんだよ。そして、諸侯に代わって力をつけてきたフランス王と落ち目の教皇が今回のお話の主人公なのだわよ。今まで前振りだったのかよ。相変わらずぶっそ長い前振りだな。14世紀初めのフランスにいる、ベルと言われたフィリップ4世という王がいてな。なんか肖像画がホモっぽいんですけど。ベルってどういう意味よ。イケメン大王って意味だ。イケメン大王ってあんた意味は合ってるけど、短命王とか美王とかまともな役当てなさいよ。この王は、王権をさらに盤石なものにしようと官僚制度を整備したり、軍を拡張してフランドル地方に遠征してイングランドと小競り合いを起こしたりしてたの。そういうことをするとさ、お金がたくさんいるわね。でさ、フランス国内の教会財産に課税しようとしたのよ。ちょっと待って、中世の教会にそんなことしたら。と入ってもフランス国内の教会財産って莫大だからな。ボンビー神社も白霊神社に税金かけても仕方ないもんな。ゼロに 100% 課税しても税収ゼロだ。うっせぇ。ところが、当時のローマ教皇はボニファティウス8世ってガチガチの教会至上主義者でな。そういうことは断じて認めん。そういうことをすると破門するぞって王を脅した。ボニファティウス8世ってさ、教皇になると奇妙なことしてたわね。何してたの？手下に命じて、前の教皇ケレスティヌス5世の部屋に電光管引っ張り込んで、直ちに教皇職を辞し、神と共にあれって夜な夜なケレスティヌス5世の耳元に囁いてたの。教皇のくせに小学生みたいなことするやつだな。でもさ、それでケレスティヌス5世はすっかり参ってノイローゼになって、カエターニ枢機卿に相談するんだけどさ、カエターニ枢機卿は教皇退位の手配をするんだけど、このカエターニ枢機卿が後のボニファティウス8世なのよ。とんでもねえ野郎だな。話をフィリップ4世に戻すと、教皇に波紋をちらつかせられると王はフランスで初めて身分制議会の三部会を開いて国内の結束を固めた。もう中世の初期みたいに波紋で王や皇帝が真っ青にならないのね。そしてフィリップ4世の波紋が決定的になると、1303年王はボニファティウス8世に恨みを持つイタリア貴族コロンナ家と手を結び、教会に恨みを持つ業務と逃れに命じて教皇を襲撃させた。逃れとコロンナ家の軍勢は教皇を捕らえて踏んじばり、公衆の面前で罵倒しボコボコにした。教皇は近くの村人に救出されたが、プライドを傷つけられた怒りのあまり憤死してしまう。これをアナーニ事件という。アナーニ挿入。あんたは黙ってなさい。しかしまあ憤死って。さらにフィリップ4世1309年に教皇庁をフランスのアビニオンに引っ張ってきてしまう。これを教皇のバビロン捕囚というのぜ。教皇の力も衰えたものね。アビニオンには70年間教皇庁があったのだけど、70年後ローマに帰る時のごたごたで複数の教皇が並び立つ教会大分裂シスマに突入してしまう。真っ赤に燃えた大屋の印巨人の星を掴むまで行け行け。それはヒューマ。猫がガリガリと。それはふすま。アースが運が正義は。それはマグマ。あんたましか合ってないわよ。てめえらいい加減にしろよ。教会財産に課税することに成功したフィリップ4世だが、まだまだお金が足りないのぜ。それでどうしたの？今度はフランス国内のテンプル騎士団に目をつけた。テンプル騎士団って何？テンプラ油の後始末に使う。油を固めてポイッと。テンプル騎士団、違うわよ。テンプル騎士団っていうのは修道院が武装した修道騎士団で、十字軍で大活躍し、聖地へ向かう人の護衛や輸送、あるいは金融なども行って大儲けして巨大な経済力を持っていたのぜ。で、そのテンプル騎士団がどうかしたのよ。テンプル騎士団の巨大な財力に目をつけたフィリップ4世は、テンプル騎士団内で悪魔崇拝をやっているとか、ホモ行為が行われているとか言いがかりをつけて、騎士団員を逮捕して拷問にかけた。ホモ行為ってまあ、中世の拷問はシャレにならんからな。強烈な拷問の責め苦に耐えられず、何人かの団員は王の言いがかりを認めてしまう。それで、テンプル騎士団はどうなったの？騎士団の財産はフランス国王が没収、騎士団員は全員火炙りの刑にされた。それはちょっとシャレにならんわ。
テンプル騎士団総長ジャック、と、モレイは今はの際に王と教皇を地獄の裁判に引きずり出してやるとフィリップ4世と王の傀儡教皇クレメンス5世に呪いをかけた。1307年10月13日の金曜日のことだ。怖いわよ、その言葉通り、フィリップ4世もクレメンス5世も1307年に突然死してしまった。テンプル騎士団を拷問したマリニー大司教は汚職の罪で公死刑となり、フィリップ4世のカペイ王朝も1328年に断絶する。ちょっとちょっと、何ホラーな方面に展開してるのよ、怖すぎよう。怖くなってきたところで時間が来てしまったようだな。いろいろあって久しぶりの新作だったけど、皆さんご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくね。